知って得する、カレーがもっと美味しくなるご飯。いつもの白いご飯に一工夫、色や香りの楽しいバリエーションご飯をご紹介します。カレーだけでなく、煮込み料理、肉、魚料理の付け合わせにもおすすめです。簡単、ターメリックライス。米3カップを研ぎ、水加減を調整したら30分以上置きます。炊飯器のスイッチを入れる直前に、ターメリックパウダー小さじ4分の1とバター大さじ2を加えて軽く混ぜてから炊きます。美味しいターメリックライスの出来上がりです。簡単、サフランライス。米3カップを研ぎ、水加減を調整したら、サフラン1つまみを加えて30分以上置き、バター大さじ2を加え軽く混ぜてから炊きます。美味しいサフランライスの出来上がりです。簡単、バターライス。米3カップを研ぎ、水加減を調整したら30分以上置きます。バター大さじ3、折ったローリエを入れ軽くかき混ぜてから炊きます。美味しいバターライスの出来上がりです。簡単、パセリライス。生のパセリをみじん切りにして、ペーパータオルに包んで水で洗い、水気を切ります。米3カップに対してみじん切りのパセリ大さじ1くらいが目安です。炊き上がったご飯に加えて全体を混ぜ合わせます。美味しいパセリライスの出来上がりです。簡単、ドライフルーツライス。レーズンやクコの実などのドライフルーツ類を洗い、ペーパータオルに包んで水気を切り、細かく刻みます。バター少々とともに炊き上がったご飯に加えて全体をさっと混ぜます。美味しいドライフルーツライスの出来上がりです。ドライフルーツの分量はお米3カップに対して大さじ3が目安ですが、お好みで加減してください。以上のポイントをご参考に、普段のカレーをさらに楽しんでください。